というわけでね、今日はね、岡山駅前からすぐの本町の西川緑道公園に来ております。この前に西川が、流れているんですけども、その西川の前に今日のお店があるということで、こちらをご紹介します。クレープ屋さんですね。ちょっと前から気になっているクレープ屋さんあるんですけども、今日はこちらに行ってみようかなと思います。なかなか岡山にはないような感じがするんですけども、いとしのベリーフルーツパーティーあざといいちごと、こんな感じでメニューがあります。もうなんかインスタ映えのような、ね、感じでございます。その他ソフトドリンクアルコールとあります。でちょっと早速店内の方に入っていこうかなと思います。一枚一枚丁寧に焼き上げているということですね。じゃあ早速失礼します。生地の色もやっぱそれぞれ違うんですね。なんか抹茶色というか。そうです ね普通のノーマルに新映えするようなっていうのが一応コンセプトになって、人間に見られるとこないから大丈夫ですよ。なかなかないですよね。そうですね、地味に作ってるんですよ。やっぱこの作るの練習するのに 何個も食べたんですか。めちゃくちゃ食べました。テレビの時よりテンション上がりますね。TikTok 見てきましたね。逆になんかイメージがつきやすいというか。私ですらやっぱテレビ見ないですもんね。そうですよね、なかなか。そうです、面白いやつもなかなかね。私が小学校ぐらいの時はまだ流行ってるバラエティとかドラマとかあったけど、今なかなか。そうですよね、今はないから。お色が変わりますね。そうですね、なんかすごい美味しそうな。抹茶はちょっとこのぐらい焦げた方が美味しそうですね。だからこれがベースですよね。はい、そうです。そこになんかその色付けというか、そうです、その風味というか。はい、ちょっとこの2つあるんですけども、これがいとしのベリーですか。はい、いとしのベリーです。これはまあどういうコンセプトで作ってるんですか。はい、お店のコンセプト自体が恋するクレープ、誰でも可愛くなれるっていうコンセプトでやらせてもらってるので、このいとしのベリーもちょっと女の子っぽいイメージで、
写真を撮りたくなるっていうのをイメージして作って、で続いてはちょっとなんか落ち着いたなんかちょっと和な感じの、はい、こちらが、白玉茶ですね。これは抹茶ベースなんですけど、上に抹茶パウダーがかかってて、ちょっと最初ほら苦い感じで、その後抹茶のホイップ使ってて、中は抹茶のソースになってて、3段階で抹茶のこう味を比べて食べられるかなっていう。なるほど。これも和な感じですね。そうです、ね、これも見た目にこだわってて、写真撮ってもらえたらいいなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。ちょっとね、僕はあまりクレープ食べるというかね、なんか どう食べたらいいのか、普通にかぶりついたらちょっとなっていうなんか罪悪感があるんですよ。どうしたらいいんですかね。最初クレープは特にこう上にトッピングがこうたくさん乗ってるので、スプーンを置いてるので、これでそうですね、皆さんこう最初はもうパフェみたいな感覚で上から食べてもらって、ちょっと落ち着いてからかぶる。なるほど、ちょっといただきますね。ちょっとこの上からいきましょう。うん、あ、このラズベリーのあとこの甘酸っぱさがまたいいですね。なんかちょっとなんか濃いの味みたいな。わかります。やっぱでもそれだけ愛しいの。わかります、うん、愛しい、愛しですね、愛しの。これね、やっぱあれでしょ、カップルがつつき合うみたいな。あ、そうです、先ほどもね。そうです、あれ、あれですね、2人で1つでしたよ。あ、そうなんですよ。いいですか。はい、じゃあちょっといただきます。はい、じゃあちょっといただきます。もったいない感じですけど、失礼します。うん、あ、うまい。うん、このラズベリーが、はい、これラズベリーですよね、この、はい、すごい酸味を帯びてるというか、ちょうど甘さとマッチして、なんていうか、すっきり食べれるような感じですね。うん、でここにちょっとオレンジジュースとかコーラ全然いける感じです。あ、ですよね、置いてますよね。はい、ね、あんまり生地はそんなに甘くない。うん、ですです、なんかほんの優しい感じで、ちょっとうまくレポができないけど、ちょっと味見を。あ、これ抹茶のホイップの感じと、このあんこですかね。あとこれいいですね、なんかちょっと抹茶アイスをほうつふつさせるような、なんかちょっと落ち着いたような、別にこれから普通にお茶とか飲みながらっていうのもありですね。そうです、うん、いただきます。めちゃめちゃ美味しいですこれも。なんかちょっと落ち着きますね。これはどういう経緯で？でもただオーナーと私が好きで、ただ趣味ですね。で、このユニフォーム本当はバイトも一緒にみんなこう来てるんですよ。あ、いいですか、ちょっと。はい。あ、こんな感じで。そうなんです。あ、どうぞお願いします。メンションストーリーが投稿でバージニアクレープでメンションしていただけたら、次回トッピングサービスの無料券を DM で送らせていただいてます。よかったらお願いします。あ、じゃあ概要欄にこの、はい、載せておきますね。いや、ありがとうございます、はい、ぜひ来てみてください。とっても美味しいクレープ屋さんでした。本当にインスタ映え当然するんですけども、このやっぱりなんだろうな、このボリュームも結構すごいし、一つ一つのやっぱ味がそれぞれ顔があるなっていうね感じですよね。今回はこの愛しのベリーと白玉茶ですかね。はい、というわけで、その他これはおかずクレープ。はい、そうですね、甘いのが苦手な方のために置いてます。あ、なるほどね、はい、あ、だからちょっとご飯というか、まあなんかちょっとした終わらせた時も、はい、ね、はい、ちょっとじゃあちょっと塩辛いというか、はい、また面白いですね、これね。その他ソフトドリンクアルコールあります。でちょっと気になったのが、まあ萌えとかもあったりすると思う。そうなんです、かなり安く置いてるんで、ね、やはりこの辺の地域的に置いてるってことですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。